寒い冬にはうどんもいいが、私はあなたのそばがいい。どうもー、柴田、あー、すいません、海老蔵でーす。はい、あー、寒いっすね、今日も。今時刻は、8時15分っすね、朝の。今日もっすね、トレフリップ3連続乗れるまでみたいなの、ちょっと挑戦しように行こうと思うんですけど、ちょっと、まあいろいろ動画見返して気づいたんですよ。3連続アホかと。まあ一回も乗れねえやつが3連続乗れるわけねえじゃん。まあそういう風に、まあ視聴者の方も思ったと思うんですよ。もう見てて、ちょっと待って待って待ってみたいな。俺3連続っつってるけど、一回も乗れてねえじゃんこいつ、みたいな。まあ、乗りこけみたいなシャキーンってましたけど。なんで、ちょっと、段階的な目標、最終的な目標もちろん3連続乗るっていう、ところなんですけど、まず、とりあえず、今日はトレフリップ、一回でいいんで、乗りたいと思います。トレフリップ一回乗ったら、2連続。2連続乗れるようになったら3連続っていう感じの挑戦で、行きたいと思いますんで、エビちゃん、ちょっと気合い入れて頑張っていこうと思います。はい、というわけで、現地に着きました。はぁ、ちょっと路面が濡れたりしてますが、こういう路面状況で、滑っていきたいと思います。はい、どうも、天井です。今日もですね、すごい寒いですけど、トレフリップ3連続乗れるまでっていう企画で、今パート、3の時に、達也さんとワイワイさんと、自分で3人で滑った時があって、その時にちょっとサブロックキックフリップ乗るぞっていう風な感じで撮った動画があったんですけど、それがちょっとボツになってるかボツになってないかわかんないですけど、なんでそれ合わせたら今回で4回目になります。なんでさっき出発する前にもちょっと撮ったんですけど、3連続と言わず、とりあえず今日1回でいいんでトレフリップ乗れるようにちょっと練習していきたいと思います。ワイワイさんと達也さんと自分でトレフリップの時に、達也さんがすごい後傾だよ後傾だよっていう風に言ってたんですよ。で、自分的には全く後傾にしてるつもりはなかったんですけど、このしゃがんでいざ叩くぞ弾くぞっていう瞬間の時に、自分の場合だとトレフリックは体圧、圧力を板にかけるときに前足の方のに体重を乗せすぎて、板が右足の方にの板のしなり具合がなった時点でトレフリックのメイク率はすごく落ちるみたいです。こういう風な板のしなりになっているということは、もう背中側の体重重心になってるっていうことらしい。自分が分析した結果、達也さんとかいろんな方々が言ってるのを見た、後傾にならず前傾の方に板をしならせる、つまりつま先側で押し込んで、前足についてもこの背中側に入らないようにずっとトリフリップってこの軽トをわしづかみにするように握るってよくみんなハウトゥーで出してると思うんですけど、その握る感じを残しつつグッて体重をかけて、前足も同じ均等ぐらいになるように体重をかけながらも背中側の方に体重かからないように前に、だからなんでちょっと太もも膝を少し前に出すぐらいの気持ちでしゃがんで
回していくっていう風な感じにすればできるのかなって自分の中でちょっと分析してみた結果なんですよね。まあ、今日はそこら辺を意識して後傾にならないように、前重心、つま先側にこう板をしならせてしゃくり叩きしながらちょっと吸い抜いていくっていうイメージしながらサブロックキックフリップ練習していきたいと思います。とりあえず、回す感覚から取り戻していきたいんでちょっとここで回す練習だけしていきます。まあ乗りに行きません。分かったかもしれないです。達也さんが言ってた背中にかかってるよっていうのが今すげえ背中だって分かった瞬間がすごいあって、その癖が抜けてないのかもしれないです。で、僕トリフリップとりあえず回すことだけ意識して、回すとき、はい、引っ掛けてフリップかけてみたいな、回す一旦乗りに行かないじゃないですか。だからなんかこうすげえ後ろ目線から見てるっていうか、そのずっと乗りに行かないで回す練習ばっかしてたから、なんすかね、ずっと後傾の癖抜けてないのかもしれないですね。どうせ乗りに行かないんでしょうみたいな。だからはい、この姿勢作って回したけど、もうほら完全に回した後も回した後の動きが自分完全背中側になってるんですよ。だからめっちゃ嬉しいです。マジか。いや、わかんないです。スローモーションで見せたら、あ、もう足ついてんじゃんなと思いますけど、いや、とりあえずっすよ。乗りこけでもなく、今、まあ、超足ついたっつっても、とりあえず乗れたじゃないですか。マジで嬉しい。ちょっと姿勢保っただけでも、ちょっと成長あったのかなって思いました。いや、ちょっとこの感覚忘れないうちに、何回も今やって、もう一回乗れるようにやっていきます。いや、まずトレフリップ乗ったもの自体どれぶり？8ヶ月、9ヶ月ぶりぐらいですね。
や、めっちゃ嬉しい。頑張ります。とりあえず今日はめちゃくちゃ収穫あるサーブロックキックフリップフローだったんで、自分の中では満足なんですけど、ちょっとこれに甘んじることなく、この感覚忘れないうちに、時間あるときに、あ、この撮影以外でももちろんちょっとずつ練習していこうかなって思います。今日はご視聴ありがとうございました。 SR チャンネル見てね。今日はね、札幌に来てるんですけれども、ワイワイチャンネルのワイワイさんが来てくれてます。ワイワイチャンネル、ワイワイです。キックフリップを前抜きやっていきたいと思います。